ライマンクのお洋服がお家で簡単に洗える洗剤ドライニングのご紹介です。今回はこちらのダウンを洗いたいと思います。まずはドライニング液を作ります。水30リットルの場合、液体ドライニングを15ミリリットル入れます。ダウンをしっかりドライニング液に沈めます。このまま10分から15分つけ置いてください。こすったり揉んだりする必要はありません。軽く脱水します。こうして押し絞りしてください。畳んだままきれいなお水に20秒から30秒つけ置いてください。脱水します。洗濯機や脱水機の場合は10秒から15秒脱水します。型崩れや洗濯じわの原因になるので脱水時間は短めがおすすめです。ドライニングはこれまでクリーニングに出していた衣類などを簡単につけ置くだけで洗います。天然オレンジのパワーでしっかり汚れを落とします。またセーターなら約10円で洗え、大変経済的です。ぜひお家でドライニングしてみてください。